面乗ってったのが太郎だけでなく村人全員だったらどうだったでしょうね。全員が竜宮城へ行って、そして揃って村へ帰ってきたとしたら、それでもやっぱり数百年の歳月が経ってたことになるんでしょうかね。村人が誰一人気づかなかったとしても。何の話をしとる。なまじ客観的な時間やら空間やら考えるさかい、ややこしいことになるんちゃいまっか。悪い噂